おはようございます。4月7日朝6時の相場解説です。まあ、かなりね、今年に入って分かりやすいということでね、メールをいただくようになりました。まあでもね、分かりやすいということは勝ってらっしゃるでしょ。勝ってるわけですよね。実績の方もお知らせいただければ本当に助かります。まあ励みをね、いただくという意味を込めて、分かりやすいとかね、分かりにくいとかっていうふうなね、ことをメッセージいただくと、私もものすごくね、いろんな形でやる気になってくるっていうところもありますけども、まあね、やっぱね、 FX っていうのはある程度攻略できたらまた新しい壁がやってきます。まあ今回はね、黄色いゾーンの中にまた入っていったんですけど、また出ちゃいましたね。まあこれがね、また新しい壁なのかなと思って、毎日悪戦苦闘でございますね。まあでも勝ち続けることというのは、負けっていう経費も途中で必要になってきますんで、その辺もいろいろと考えていきながらね、今日の相場解説に移らせていただきます。はい、どうぞ。まずデイリーですね。デイリーの方なんですけども、デイリーはざっくりといきましょうか。こういってこうですね、右肩上がりは変わらずです。ここでちょっとね、押し目が入ったような形になってます。今日のテーマはこちらですね。だからね、で4時間の方行ってみますよ。はい、4時間になってきて、ここで、なんていうか、横ばいに入るかなと思ったら下に出ていって、で内側に戻ったんですけども、でこの中でレンジを維持しながらね、上の方に抜けるって思ったんですけども、なんとですね、またね、下の方に弾かれちゃいました。でこれね、再ブレイクっていうんですけども、中に一応入ったんですよね。ここに入ったんですけども、またこのレジサポラインを越えて下の方に再ブレイクしたんですよ。まあ私が寝てる間になったことなんで何ともできなかったんですけども、今こうやってみるとね、今度はこちらの方のゾーンにかかってきたっていう判断ができますね。4時間のゾーン、当然これを突き破ったら今度はここに、ね、なりますよ。こういうふうに三段構えになってますから、これを意識しながら1時間を見ていきましょう。はい、1時間なんですけども、もうちょっと下に下がる要素もあるんですよね。で気持ち的にはね、ここら辺から下ヒゲも出してるし、もう陽線も出てるから、まあ、この辺で上がってくれるんじゃないのって思いたいんですけども、冷静に客観的に今の日足とね、4時間足を捉えると、さらにさらに、下の方に向かっていく可能性も大いにあるわけですよ。ということでここは無理をせずね、もう一回様子見を行きましょうか。本来でしたら、私のシナリオでしたら、このね、黄色いゾーンの中でぐにゃぐにゃしながら結局は上の方に戻るんだろうと、トレンドに戻るんだろうと単純に思ってましたけども、今回は新しい壁ですね。そうならなかったらどうするってやつですよ。だってレンジの中で価格を維持するんじゃなくて、下の方にもう一回再ブレイクしちゃったわけですよ。こうなると戦略は新しく立てなければなりません。そのためにもちょっと様子を見ないといけないですね。特にちょっと4時間戻りますけども、こちらのゾーンにどう絡むかってことなんですよ。もうすでにゾーン入ってますよね。まあ、ですので少なくとも1日は様子見ないといけないと思います。このゾーンに弾かれて上の方に行くようでしたら、その勢いを借りてですね、ここを突き破ってさらに上に行くっていうシナリオもかけるんですよ。しかし今度はここのゾーンでぐにゃぐにゃするかもしれません。そうなるとまたしばらく様子を見て再ブレイクを待つってことになります。再ブレイクしたらバイの方ではまたこちらのゾーンの中をうろうろすると思いますし、再ブレイクして下の方にね、行くようでしたら、今度はこっちのゾーンをうろうろするようになると思います。そういうふうに見ていきましょう。はい、ということでね、単純にエリオット波動を抜けて上昇を継続ってわけにはいかないっていうのがね、相場の面白いところですよね。だからいつもパターン通りに行けば、こんな簡単なことはないんですけども、いつもパターン通りに行くと思ってるところで、そうじゃないエントリーもあるわけなんですよ。今回私のエントリーは、だいたい確率の多い方、行きました。上昇トレンドをずっと書いていく、 NNN でいく、もしくはエリオット波動を継いでさらなるエリオット波動をフラクタルに書いていくと思ったんですけども、そうならない可能性もあるわけですよね。当然相場ですから。でもそうならない可能性にエントリーしている人もいるってことなんですよ。怖いですよね。私よりも上級者の方が今回はセルの方でかけていたんですよ。しかも結構な金額をね。だから下の方にズーンといったんでしょうね。だからね、1枚上手かなと思いますよね。もっと上手かなと思います。まあ私は4対6って言ってるんで、7対3の人には勝てないですからね。8対2にも勝てないですからね。9対1にも勝てないですからね。だから4対6の私の上にはまだまだ乗り越えないといけない壁、人が、上級者がいるってことなんですよ。今回は負けたんですね。
でも損害はなかったかなと、寝てる間に起きたことなんでね、ということで私の寝てる間にも相場に張り付いているプロがいるってことが認識できたかなっていうところでございます。さあ、じゃあちょっと様子を見てですね、また得意な流れになるまではじっくりと懐深く構えていようかと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。